砂で埋まりつつある戦闘、ダム戦闘ダムは、静岡県廃原郡川根本町戦闘、一級河川、大井川水系スマタ川に建設されたダム。高さ64メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、湯山発電所に送水し、最大22,200キロワットの電力を発生する。 日英水力による小山発電所の稼働で始まった大井川の水力発電開発はその後事業者の変遷を経て大井川電力や富士電力が実施することとなった大井川の最上流部では1928年に早川電力により田代ダムが建設され大井川水系でもダム式発電所の建設が始まった富士電力は 大井川上流部の最大支線である須又川に、注目、最上流部にダムを建設し、当時としては大容量の水力発電所を建設する計画を立てた。須又た橋で知られる須又川は切り立った断崖が、急流を形成する河川であり、水力発電には公的地であった。1930年、現在の地点に高さ64.0メートルの重力式、 コンクリートダムを建設し、ダムより 8.0km 下流に発電所を設けて、認可出力 22,200kW の電力を生成することとした。ダム発電所建設資材は、大井川鉄道を延伸させて運搬することになり、これに基づき、翌1931年大井川鉄道は先頭駅まで延伸され、金谷駅先頭駅間 39.5km の 大井川本線が全通した。先頭駅より、スマタ共温泉を経由し、ダムへ至る第二富士電力専用線を建設して、ダム地点まで資材を運搬するルートを建設した後1932年に着工。3年の歳月をかけ1935年に完成した。この間、スマタ共温泉は、ダム建設に従事する労働者によって賑わっている。 戦闘ダムは当時東海地方では最も包み高が高いダムであり、現在では土木学会による戦勝土木遺産に選ばれている。伊川ダムが完成するまでは大井川水系最大級のダムであった。ダムの管理は1939年の電力統制法施行によって日本発送電に強制的に移管され、戦後1950年の電力事業再編によって、 日本発送電が分割された後は、中部電力に移管され、現在に至る。須磨田川の電源開発はその後も継続され1936年に諏訪田川ダムが、1938年に大間ダムが、完成。それぞれ大井川発電所と大間発電所により発電が行われ、須磨田川流域のダム群で10万キロワット以上の発電能力を有するようになった。 仙洞森林鉄道は、その後リ林所へ移管され仙洞ダムのさらに奥まで延伸されたが、1969年に廃止されている。現在の林道は森林鉄道の廃線跡である。仙洞ダムは、こうして大井川における電源開発事業の一角を形成したが、完成後より上流から流入する土砂がダム湖に大差している。1960年代には、 下流二つのダムと合わせてダム湖がほぼ土砂で埋まり満砂とされている。実態が広く認知されたのは2002年11月18日付の朝日新聞報道による44ダムで大差50%以上という記事からで現在では日本で最も土砂が溜まったダムとして知られている。大井川水系は糸井川静岡構造線に沿って流れており、このため上流部の産地では 崩壊が激しく、大量の土砂を生産する。この土砂がダムでせき止められるため、他の河川に比べて、急速に大差が進んでいる。全国的にも伊糸生線に沿って流れる大井川や、富士川、天竜川といった水系でのダム大差率は高い。特に近目ダムに至っては、早朝水容量が100万トン以上のダムの中で、大差率が98.1%と、 最も大差が進んでいると国土交通省による2002年の調査で判明した。朝日新聞の報道はこの調査をもとにしている。ここでの大差率とは全大差率であり、ダム設計上の総貯水容量が砂で埋まった率を示している。戦闘ダムは2016年の時点でとなっており、ダム湖全体の98%が砂に埋もれている。満差となった後も、 土砂の流入量と流出量が均衡しているわけではなく土砂の堆積によりダム上流では川底上昇が起きている。大差率にはいくつかの定義がありダム設計時に設定された通常総貯水容量より有効貯水容量を引いた大差容量が砂で埋まる率を示しているケースもある。本記事でも2006年11月以前から2020年6月までの間 ダム湖べてが埋没しているわけではないという記述がされていた。このように誤って理解されていることがあるため注意が必要である。治水などを目的とするダムでは大差が洪水調節機能上大きな問題となるが、戦闘ダムは発電以外の機能を持たないためダム機能に直接問題となることは少ない。しかし本質的な問題は流砂系の断絶が起きていることで、 水系全体に様々な影響が出ている。近年深刻化している海岸侵食は大井川河口でも生じており、ダム大差が主要が原因として挙げられている。また、大差に伴う川床上昇が環境へ与える影響や水害の要因となる可能性も否定できない。このため、国土交通省やダム管理会社が他のダムを含めた 水系全体の流砂系の回復に取り組み始めている。先頭ダムは、スマタ共温泉よりさらに奥、約13.0キロメートル上流にある。先頭ダムに向かう林道は、道幅が狭く、乗用車での通行は厳しい。通常この林道は、南アルプス登山のために使われ、スマタ共温泉方面より、日本百名山である、光岳へアタックする、メインルートとなる。 下流のスマタ橋は紅葉の名所で、大間ダムに架かる吊り橋。夢の吊り橋は紅葉の時期には、鮮やかな赤とコバルトブルーの湖水が訪れるものを、引き付ける。最寄りの公共交通機関は、大井川鉄道井川線、仙洞駅より、バスで、スマタ橋温泉方面へ向かい終点下車。そこからは車か徒歩で林道をスマタ川沿いを、北上する。車では、 国道362号を先頭方面に北上。その後静岡県道77号川根スマタ共線を、スマタ共温泉方面に向かう。スマタ共温泉より先は、大間ダム方面へ向かい飛龍橋を渡り北上する。ダム名は、先頭であるが、先頭駅付近にあるわけでは、ない。ありがとうございます。